いつもロペライオアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2016年モデル BMWM2 クーペをご紹介させていただきますまずは外装面の状態ですが特に目立つような傷はございません走行距離わずか4000キロのお車です全体を通して非常に綺麗な状態を保っております 外装色はアルピンホワイトインテリアにはブラックレザーが組み合わされた1台です BMW の M モデルの中で最もコンパクトなこちらの M2 クーペですが3リッターのシルキーシックスのターボエンジンを搭載し圧倒的な走行性能を誇るモデルですさらにドライビングアシストが標準装備となっておりハイパフォーマンスカーでありながら安全面にも配慮されたお車でございます ヘッドライトはバイキセノンヘッドライトが標準装備となっており夜間走行時の安全性を確保しておりますまたフロントグリルとフロントバンパーは M モデル専用の装備となっておりスポーティーなエクステリアを実現しておりますエンジンスペックに関しましては3リッター直列6気筒ターボエンジンが搭載されており馬力は370馬力を誇ります トランスミッションには7速の MDCT が組み合わされており0100加速はわずか4.3秒と圧倒的なパフォーマンスを誇るお車です足元には M 専用19インチの単造アルミホイルが装着されておりブレーキに関しましては M コンパウンドブレーキが標準装備となっておりますので安心の制動力を誇るモデルですさらに専用のサスペーションが搭載されており クイックなハンドリング性能を実現しております。続きましてリアのご紹介をさせていただきます。テールライトは LED テールが採用されておりデザイン性と視認性に優れたお車です。マフラーに関しては4本出しのマフラーが装着されており BMW らしいダイナミックなサウンドをお楽しみいただけます。それではトランクスペースのご紹介です。トランクの開閉は手動で行っていただきます。 コンパクトなお車でありながら、十分な容量を確保したお車です。また特に目立った使用感もなく、綺麗な状態を保っております。さらに後部座席を倒しての使用も可能となっておりますので、長いお荷物にも対応できる一台でございます。続きましてインテリアのご紹介をさせていただきます。インテリアパネルはカーボン調のパネルが使用されており、スポーティーな車内を演出しております。 シートは M 専用ブラックスポーツレザーシートが採用されております走行距離わずか4000キロのお車ですので運転席助手席ともに特に目立った使用感もなく非常に綺麗な状態を保っておりますそれではエンジンを始動させていきますステアリングは M 専用3本スポークのスポーツステアリングとなっております パドルシフトが備わっておりますので、ダイナミックな変速操作を行っていただけます。また、マルチファンクションステアリングとなっており、手元のスイッチにてクルーズコントロールの使用が可能となっております。また、安全装備に関しましては、ドライビングアシストが標準装備となっておりますので、インテリジェントセーフティーをはじめ、レーンキープアシストなどをお使いいただけますので、安全なドライブをサポートしてくれます。ナビゲーションに関しましては、 純正ハードディスクのナビゲーションが備わっておりまたギアをバックに入れていただきますとバックカメラの使用も可能となっておりますまたアイドライブにはタッチパッドが備わっておりますのでナビゲーションの操作も簡単に行っていただけますスピーカーに関しましてはオプションでハーマンカードンのサウンドシステムが搭載されており車内では上質な音楽をお楽しみいただけますシフトに関しましては 7速の MDCT が搭載されておりますデュアルクラッチならではの素早い変速が魅力的なお車ですまた手元のスイッチにて各種走行モードを選びいただけますスポーツモードやスポーツプラスモードではさらに刺激的な走りをご体感していただけますまた運転席と助手席にはそれぞれシートヒーターが備わっており寒い季節も快適にお乗りいただけます また気になる車内の匂いですが特におタバコの匂いなどいたしませんのでご安心いただければと思います今回は2016年モデル BMWM2 クーペをご紹介させていただきました走行距離わずか4000キロのお車ですので内外装ともにきれいな状態を保っております BMW の M モデルが誇る 圧倒的な走行性能をお楽しみいただける1台ですまたコンパクトなボディにハイパワーエンジンを搭載し BMW 伝統の FR システムが組み合わされさらにアグレッシブな走りをお楽しみいただけるモデルですドライビングアシストや最先端の電子デバイスが投入され安全性能とスタビリティ機能に優れたお車ですので どなたでも安心してアクセルを踏み込めるお車となっております。街中でもまだあまり見かけないお車ですので、お探しの方はぜひお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。